長倉です、えー、今日はなんとですね、えー、石井ひろさんと、えー、対談させてもらうことになりました、えー、石井さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえとなんで今日ねあの対談を、えー、急遽お願いしたかというとですね最近立て続けに心のブレーキの外し方まあ石井さんのですねベストセラーもうほんと15年ぐらい前に出たベストセラーで僕は当時担当編集者として なんかやらせていただいたまあ心のブレーキの外し方を読んで,まあそ,れでそれでもう一個ですねあの教材で「ダイナマイトモチベーション」っていうのがありましてえそちらをえずっと聞いて人生が変わったとかそ,それで励まされたとかまあそういった方に立て続けにこう会う機会がありましてで急遽なんか石井さんにちょっとメッセージさせてもらってちょっと対談を取らせてくれないかみたいな話をねえさせてもらって今日来ていただいたんですがどうもありがとうございます。ちょうど 去年も、呼んでいただいて、あれは三月だったので、はいはい、ちょうど一年ぶりっていう感じで。はい、はい、ありがとうございます。いや,いやいやいや、どうですか、この一年、コロナのああ。あの、まあ、コロナ様のおかげさまで、はいはい、なんかオンラインサロンみたいのを始めまして、はいはい、それで、こう、少ない人数なんですけど。その、本当に。 なんある意味密で、はい、あの話をちゃんと聞いてくれる人たちの、うん、なんかコミュニティみたいなのができつつあって、はい、自分も言いたいことを言っていろいろ振り返ることのできる1年間ちょうど1年やりましたけど、うんうん、それはすごくとってもこうでも本当に今は石井さん、まあ、石井さんをこう、まあ、引退というか、まあ、こう本とかの執筆とかも一旦止めて。 えー、もう8年とか9年そうですね,、うん、ですね2014年,年だから6年、はい、7年か、ねはい、た立ってんで今ある意味こう石井さんからのメッセージを受け取れるのはそのオンラインサロンだけみたいな感じ、ね、そうですねまあだ一般的になんかあんまり大きく告知してないですよねほとんどないっていうのもあって <laughs> 新しい人も入れて原則入れてないっていう感じで、うん、まあやめてく人ばっかりみたいな感じ あれですねどんどん人が抜けていくっていうのはあれはちょっと悲しいけど、うん、なんかちゃんとできてるなっていうかだからその入ってくれた人はいかにこうはあの逃さないかっていうノウハウは僕できると思うんですよいくらでもだけどそれじゃないから、うん、それじゃないとこ意識してるからこうっていうふうに自分では思ってるんですけど、はい でもそこがなんかすごいなっていうのはあるんですが、まあ、その辺の話はですねまた後でお伺いするとしてですね僕が結構聞きたいなと思ってたのが、まあ、心のブレーキの外し方って今日は本に関してねちょっとお話を伺いたいなと、はい、ただ単にこう昔話をしようじゃなくて今日その15年経ってもいまだに僕がそのしかも僕は著者じゃなくて担当編集者でその僕ですらその心のブレーキの外し方で人生変わりましたっていまだに。 言われてて、だから僕が担当した本の中でも、えー、もう書いた本でも関わった本の中でも一番言われてるのが心のブレーキの外し方でで、まあ、売れた本で言えば他のもなくはないんですけどその心のブレーキの外し方がいまだに語り継がられ続けられる,られるなんか秘訣っていうのがそのコンテンツの中にもあんのかなというふうに思うんですけど。ああの、あののまあ、多分これ見ててくださってる方のほととんどは心のブレーキと、うん リアルタイムご存じない方が多いと思うんですけどはい、はい、そのまあそういう方はぜひ買って読んでもこれは読んでもらいたいんですけどそのあの本はいろいろあるし自己啓発本で売れてるものもいろいろあるけど、うん、やっぱり自分で言うのも先月なんですけどやっぱり今の,あのオンラインサロンとか来てくれる人とか、うん、ずっとその10年以上も。うん その関わりを持ってる人たちが残ってくれているっていうのはやっぱ心のブレーキを出させてもらったおかげだし「ダイナマイトモチベーション」でまあ6ヶ月間のプログラムっていうかなり当時は大胆な金額も高いしこんなものって随分言われたんですけどでもそれでも今もう何週目やってますみたいないまだにねみんな。ややっっっっぱぱそういういのってやっぱちょっと 普通とは違うと僕思うんですよ、うん。で、それって何かっていう、うん、まあちょっと自分で言うのもずうずうしいですけど、私り <laughs> 意識して作ったところがあります。そうそういう関係をこう作るため、うん、作りたいということをちょっと意識してやって作ったところがあって。うん <laughs> そうですねだから今日はコンテンツ作り、まあ、そういうなんか長期にわたって愛されるコンテンツ作り、うん、そしてファン作りみたいなところをなんかこうどういうふうにその心のブレーキの外し方の時に意識されたのかっていうこれは本当に今これ見てる方で例えばじゃあ YouTube やりたいとかも含めてですねコンテンツ作りしてる人もしくはコミュニティ作りしてる人とかにとっては非常に有益な話かなと思うんですけども。 で僕の中でこ,うこれはいろんなところでいつも言ってるんですけどもう石井さんほどコンテンツ作りの天才はいないというふうに言ってまして僕編集者だったんですけどやっぱりこう石井さんの方がはるかに編集者としてもすごいなというぐらいやっぱコンテンツ作りのなんかはちょっと天才というかその狂気じみてるなんかそこでこだわり あ狂気じみって,るっていうのはあるかもしれないです,、ね、そうですがあって、はい、そこはめちゃくちゃ勉強になるので病気ですよね脅迫神経症的なとこいやだからそこがでも本当にすごい勉強になるしだから普段からやっぱそのコンテンツ作りっていうもの研究っていうのは昔から、はい、多分あの,あのじゃあそういう話い,でいいですかコンテンツをどうやって作ろうかっていう前に、うんうん というよりも基本セラピストだったんで要するにクライアントとのこう関係を作っていくってことがまずあってそれなんですよね結局コンテンツの延長と読者だったりとかユーザーだったり読者だったりあるいはセミナーだったら参加者との関係性っていうのが僕にとってはそのセラピーの関係性で,で一言で言っちゃうと何か,何かっていうと。 本でででもももセミナーでも教材でも、まあ、それがだから何万人とか何十万部売れたりとか何千人の人がセミナーに来てくれる教材聞いてくれるあっても僕セラピーと一緒で何かっていうと一言でで言うと1対1だと思うんですよ、うん、でこれがいつもずっとあってで僕の尊敬する勉強してた時にそのセラピー勉強した時にいろいろ尊敬する人たちっていうのは、うん、たくさんのクライアントがいたり。うん たくさんの,その、まあ、いわゆる信者みたいな人たちがいる、うん、カリスマの人たちがい,がいるわけですよいろんな分野で、うん、日本でも海外でも。で必ず言われるのはそこに来てた人たちはその何万人もの人たちを相手にしてる先生なのに、うん、あの先生は私にこう言ってくれたっていう、うん、必ず何万人もいるのに、うん、どの人も一対一の関係を必ず言うんだそうです。ごく感動して、うん、セラピーをやった時に それが一つ理想だったんですよ、うん、つまり何人のクライアントがいようが僕はそんなにいっぱいのクライアントていませんでしたけど、はい、でもたとえ何人の人と関わろうが常に1対1の石井さんがこういう自分とのこう,、ねうん、こういう関係だった石井さんがこう言ってくれた石井さんがこれをしてくれたっていうそ1対1の関係を築くってことがすごく重要だって思ったんですよ、うん、のセラピーの時。うん、それが本を書く時、えー、と教材を作る時も僕の中にあってあの。 ものすごいたくさんの本ってだって読者誰が読むか分かんないででも読んだ人がこれ自分に語りかけてくれている自分のために書いてくれているっていうふうに思ってもらえるように作っていくっていうのがそれは心がけっていうか理想としてもそうなんだけどテクニック的にもやっぱそういうことを意識して作っているんです。だからまあちょっと ずうずしいですけど、うん、自分で言うのはだからこそやっぱり今でも心のブレーキで、うん、あのあの読んで感銘を受けましたとか大山、はい、ダダと申します今でもやってますって言ってくれる人たちっていうのは、うん、おそらくみんな石との一対一の関係っていうものを感じてくれてると思うんですよね。うん、そで,ねでそそれがあるからあのそうでなければ。 自己啓発のコンテンツなんて一回行っちゃえば他の人が行ったって同じことじゃないですか単なる情報だったらでもそうじゃなくてあの同じようなあのダイナマイトモチベーションとか心ブレイクが売れた後に同じようなものを作る人たちは確かにいっぱいいたんだけど、うん、ちょっとずつしいんだけど違うんだなって僕は思うんですね,ね <laughs>、うん、石井さんで初めて本を読むことを覚えて他の人の本を読んだんだけど、うん、なんか違うって言ってくれる人が結構いて <laughs> でそれは僕の方が優れてるっていうよりもその目線が僕の場合はそれがパチッと通るとやっぱ何年も大事にしてくれる何回でも何かああ新しい仕事に入ったからもう一回ダイナトマト教え聞き直しましたみたいなん,なんかそういうものにつながっていくのかなっていうことになると思うんですね。 でそうした時にじゃあ言葉で言うのは1対1は大事ですよっていうのは簡単なんだけど、はいはい、じゃあどうやったらあのその1対1っていう関係を築けるのかっていうその方法論だと思うそうですよね。心がけるだけじゃなくてテクニックもあるよっていうところ。だって 1>, 1対1の関係を読者との1対1の関係を大事に思ってますっていうのは簡単です。うん、<laughs> そういうつもりになるのは簡単だけど、はい、ただそれができてなかったら意味ないと思うんでで、すよね、うんで。それってどういうところにあるかっていうのは、うん、あのじゃあ例えば簡単な例で言いますけど、はい、それを常に意識してると、はい、例えば文章の書き方一つ変わってくる。うん、例えば、まあ こういうい文章実際ないけど例えばの例でいうとそれがいいってわけじゃなくて、はい、今の1対1って文脈で考えたときにっていう意味なんですけど、うん、1>, だ1対1が必ずしもいいわけじゃなくて、はい、1> 1対他の方が効果的であるっていう場合もあります。はい、でも,もし1対1ってことで考えたときに例えば文章がどうなっていくかっていうと何、はい、か書いてってわっと説明してったあとであの、さてここでちょっと疑問に思われた方もいるかもしれません。 で普通書いちゃう。うんはい、でもそうするとここで疑問に思われた方もいるかもしれないっていうと読者がたくさんいるって想定になっちゃうんです無意識的に。はいはい、全く同じことをだって書いていって、さてここであなたは疑問に思ったかもしれません。はい、っていうとこれ一対一なんです。全く同じことを文章をちょっと変えるだけで、はい、その一対一っていう文脈にだんだん変わっていって、はい、それはすごい小さいことだけどそれをずっと積み上げていくことで、うん、なんなんとなく読んでるうちに。 一一対でで話しててるような感じができていくでそれはあの催眠僕は催眠療法ってやってて別に催眠術じゃなくてその玉ねぎ食べたらりんごだみたいにああいうものじゃなくて <laughs> 会話の中でだんだんこう <laughs> フォーカスさせていく。であの 催眠療法ってちょっと話はあちこちそんじゃうようつけたは、催眠療法って何かっていうと心のエネルギー、心的なエネルギーをいかにこう集中させていくかっていうプロセスなんですね。で普通みんなちっちゃってんですよね、あちこちに心のエネルギー。ねはい、それをこう集めてきて一つの自分の問題をこう克服するっていうそこにこうやって集めていったときにその自分の持っているエネルギーがそこで集中してあの力が出てくるっていう。 大抵でしたらそれがあちこちちりばめていってこれをどう狭めていくかっていうのが会話の中でこうやってやっていくのがテクニックなんですね。はい、それをあの文章の中でやっていくっていくとうことはそれがさっき言った「今もしかしたらあなたは疑問に思ったかもしれません」はい「あなたは」とかいう二人称でやることでだんだん絞り込んでいける。催眠、うん、療法のの話でで言えばその例えばば例すけどその、はい ちょっとリラックスしてくださいいみたいな目を閉じて呼吸に意識を向けてくださいとかありそうじゃないですか,、はい、だからそうやってる時に例えば外であのセラピールームの外で誰かが喋ってる音が聞こえてきたとしますよねそうするとクライアントは一生懸命集中しようと思ってるのにあ音が聞こえるまだ催眠、うん、入ってない集中できてないって思っちゃうじゃないですか。うん でセラピストとしてはそういう時にそれをスルーしがちなんですよね。はいはい、やはり呼吸に気持ちを向けてください。そそうじゃななくくてて気ににったられついいんですよね。呼吸に気持ちを向けてみてください。誰か喋った聞こえてきたうるせえなと思うけどでもちろん部屋の外の雑音も聞こえるし、はい、あるいはもしかしたら部屋の中の時計の音が聞こえるかもしれないし。はい あなたは自分自身の呼吸を感じるでしょうって言ってこうやって戻ってくるんですよ、えーですね、普通はこれこうするからますます気になっちゃって「えーえー、あやっぱ集中できてない集中できてない」って言った一回それついてってこう持ってってこう戻すっていうかそうやってだんだんこう知る意識を一か所に集中させていくっていう言葉の持ってき方のこうテクニックなんですね。 その本作る時、とか教材作る時でも、セミナーやる時でも、一見なんか関係ないことをやってるようなんだけど。狙いとしては、聞いてる人、読んでる人の、こう。心的、心のエネルギーを、こう一箇所に、こう、うん、集めてきて。で心のブレーキでいうと、まあ、ネタバレになっちゃうと、なんて言いませんけど。結局、落とし込みたいときは、最後なんですよね。その最後の七章の、あのところ、に、最後持ってきたいんだけど。それはいきなりひ、一言で言っちゃうと。 終わっちゃう,というかそれ分かるけどになっちゃうからいかにこうやっていって最後そこにパンと持ってくるかっていうあれ,あれがまあ言っていいのか分かんないけどあれがもう心のブレーキの外し方では一個あって要するにその最後のオチっていうかでそこにどうやってこう読者のこう気持ちを持ってくるかでそのそこにたどり着くまでのプロセスを石井という著者と2人で一対一の対話の中で それが成立していっていいいっくかっいううん、その関係性を作るっていうのがすごく重要ですなのでちょっと余計なことを言ったかもしれないんですけどそのもしこれを聞いてくださっている方がなんかご自身のコンテンツあるいはまあファン作りみたいなところでヒントになることがあるとしたら、うん、僕は1対1っていうのを意識してみることが大事でそのためには言葉の使い方が、はい、本当に自分の言葉の使い方が その1対1っていうのを想定した上で出てくる言葉かなっていうのを一、うん、回こう自分の文章をこうそういう観点から洗い直してみるで、僕がそのコンテンツ作る時のセミナーなんかやる時に必ず勧めてるのはこれは催眠療法の言葉を作る時もそうなんですけど。うん エエリリククソソンンがが言言っっててるるとなんだけど、はい、自分の暗示の言葉を一回書き出してタイプピンクしてはい、はい、それがこうどん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 削っていくんだそうでしょ、はい、あらかじめこう見てはい、はい、この言葉はどういう意味になるかとかでだん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 こうやって凝縮してって最後はい、何枚の紙が一枚になり、はい、最終的には行になるぐらいまでこう圧縮していくんだっていう、はい、僕やりましたからはい、はい、自分の言葉の大体心のブレーキでも長い文章を書いて一回それまた一行に戻して。 これでようやくまたもう一回戻してってやってだんだん進んでいくっていう作り方をしているで、ね、え、そうすると効果って書いて一行にして、はい、これがまあ落ちだ落ちってことですよね。そこに向けてあらゆる、はい、だからあの例えば十一行であの結果的に一行で言えたことを、はい、例えば十行かけていったわけですよ。うん、普通は十行かけて言うんですよ。はいはい、人はでもそれをもう一回考えてみて本当に効果的って考えたときに十行が一行に まで圧縮できた時にそれは簡潔にするという意味じゃなくてその本当の効果を考えた時にそうなった一行っていうのは普通の人の従行分のパワーがあるんですよ、はい、一見一行なんだけどそうするとその表面的には同じなんだけどなんかこう潜在意式的に入ってくるものが全然違うぞというなんか濃縮みたいな感じの文章になっていくっていうだそういう作り方を 僕話したいんですけどなかなか聞いてくれる人がい興味を持ってくれる人がいなくてあの言葉って日本語だからみんな聞けるし喋れるし読めるよってどっか思っちゃってるからそれ以上勉強しよようって気にあんんまならならいんですよねこれがもうちょっと例えばプログラミング言語とかを勉強しようってなると一生懸命やるんでしょうけど、まあ、日本語別にしゃべれるし聞けるし分かるしって思っちゃうからそれ以上それを探究しようとかしようとか。 よっぽど作家とかでない限りは圧縮していこうっていうふうに磨いていこうというふうになかなか思わないけどもったいないことだなっていうかあのまあ言葉はただでしょって言っちゃうとちょっと雑なんですけど結局そうやってあの自分の道具になるわけで武器になるわけでそういうものにもうちょっとこうなんていうかな手に余波を気をつけましょうとか誤字脱字のないようにとかそんなレベルじゃなくて。 本当にそれっっててエネルギーがこもってんのみたいななんか心を込めて書きましたと口で言うんじゃなくて、うん、本当にその文章自体にその見えない部分での言葉の筋力みたいなものが、うん、マッスルみたいなものがこう効いてるかどうかっていうのはやっぱり読む人はやっぱさっきですると思うんですそこがあるかな。そのさっきのの催眠療法の話でこう まあこう雑音が聞こえて最後またフォーカス持ってくると、うん、でその要するにこう心のフォーカスをどうやってはい狭まあそこにフォーカスさせるかとそうですはいいうところだっていうのはそれすごくそこは勉強になると思いますね例えばだから